田部篤と佐々木千秋のファントレタイム。皆様はじめまして、マーケティングコンサルタントの矢田部篤です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて始まりました、この番組ファントレタイムは、ファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトのタイトルになっております。はい、この番組が皆様のファンになっていけるように、頑張っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。さてこの番組のメインパーソナリティ矢田部篤さんは、動画集客コンサルティング事業の第一人者のお一人として、今コンサルティング業界で注目を集めていらっしゃり、この番組を通じてトレンド研究、独自の流行ムーブメント理論、マーケティングの処方などについて、身近なテーマを扱いながら分かりやすく解説していただきます。そして矢田部篤さんと一緒にこのファントレタイムを進行してまいります、私佐々木千秋も一応マーケティング初心者代表としてですね、皆さんと一緒に勉強していければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、マーケティングは一般的に難しいってイメージがやっぱり、強いかなと思うんですが、いわゆるラジオの皆様、ですね、お聞きの皆様と一緒に作り上げていければなと思っておりますので、どうか肩の力を抜いて、ぐっと抜いてですね、普段の生活の中で、マーケティングというものを考えるきっかけになってもらえればなと思っておりますので、皆様お楽しみながら聞いてください。そうですね。それではまずは矢田部篤さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部篤さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し、有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、はい、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わってらっしゃいます、はい、また現在はですね、会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられ、うん、今コンサルティング業界ではその若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長の一人です。ありがとうございます。そしてですね、この番組ではなかなかのイケメンであると同時に、お忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園は欠かさない、実はイクメンでもいらっしゃることを推していきたいと思っております。はい、毎回素晴らしい、紹介をありがとうございます。このイクメン社長が嘘にならないようにですね、はい、頑張っていきたいと思っております。はい、そしてですね、私佐々木千秋は日頃はドラマや映画に出演させていただいております。その他現在佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれ、うん、そしてこのファントレタイムでレギュラーパーソナリティも務めさせていただいておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず初めのコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーはこれからムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づく今後注目されるであろうものについて分かりやすくご紹介いただくコーナーです。早速なんですが、はいはい、今回ご紹介いただけるのはどういったものなんでしょうか。はい、ではですね、今日ご紹介するものはサブスクリプションモデルっていうですね、はい、サブスクリプション、そういったお話をさせていただきたいと思います。はい、サブスクリプションモデルですね。はい、はい、そういった、サブスクリプションモデルという本当難しいね、はい、単語だけで言うともう噛んじゃうぐらいの、噛んじゃいますもんね、難しい単語ですが、これ何かというとですね、はい、事前に一定の金額を支払って、ある一定のサービスを受けるという、はい、そういったモデルになるんですね。定額、そういうことですね。定額制で、定められた金額をですね、はい、これは、定額というのは定める金額の額と書きまして、はい、一定の金額をお支払いしながらそのサービスを受けるという内容になります。なるほど、はいはい、実はですね、これは昔から少し前からですね、もうすでに流行っていたモデルで、例えば音楽のダウンロードし放題とかですね、はいはい、動画の見放題、はい、そういったサービスってよく耳にね、そうですね、当たり前に今ありますもんね、はいはい、これはですね、事前に一定の金額を支払うことで、はい、まあ、見放題になったりですね、ダウンロードし放題になったり、まあ、ある一定の、ね、数だけ取れるような、お互いにとってまあそんなに面倒くさくないと言いますか、はい、分かりやすいサービスモデルということ で、ね、とても流行りました、はい、でも今はですね、このサブスクリプションモデル、
いろんなところに波及しております。え、そうなんですか。はい、例えばですね、皆さんも聞いたことがあるかもしれません、はい、レストラン。レストラン、レストランでサブスクリプション、ね、いやイメージわかないですね。これは面白いですね、はい、あのまあ、レストランって普通だったらレストランに行って、うん、食べたもの飲んだものに関してお金を払って帰ってくると、はい、これで完結なんですけど、はい、もうあらかじめですね、例えばもうこのレストランに5000円を払っておきます、はいはい、そしたらこのレストランではですね、まあ、月2回までは、好きに来て、好きに食べていいですよっていうようなですね、はい、契約を結ぶような形で、利用できると。へえ、そういったサービスがですね、今流行ってきてまして、はい、流行ってきているんですか。はい、流行ってきていますね。へえ、その他には何かあるんですか。はい、例えば美容室。美容室、これは面白いです。美容室で、はい、やっぱり、まあ、常に綺麗でいたくても、はい、美容室でこう毎回こうシャンプーをするとかですね、あとは、まあ、あのカラーリングをするっていうのはやっぱり一回一回行ってお金を払うっていうのが当たり前だったんですけど、そうですね、もうあらかじめですね5000円払っといて、はい、で提携した美容院がたくさんあって、はい、その中のどこでも好きにシャンプーしていいですよ、そこのどこで、好きにカラーリングしてもいいですよっていうようなサービスも今はあるんですか。はい、これも一定の金額をですね先に払って、はい、で、提携美容院で好きにサービスを受けることができるというモデルですね。どんどん綺麗になっちゃいますね。どんどん綺麗、そうですね。この理念が、あの、ね、世の中の女性に美しくなってほしいという会社さんがね、そういうことですね、はい、他にも洋服や家具とかですね、どん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 こうサブスクリプションっていうのは広がっておりまして、はい、今後ですねおそらくもう本当もっとどんどんですね、広がっていくにつれて皆様がもっとねサービスを提供しやすい、事業者、要するに販売する側としては一定の収入を得やすい、はい、安定した、経営になるというお互いのメリットがありますので、はい、こういったものがねこれからも増えていくんじゃないかなと思ってます。なるほどね。いかがでしょうか。まあ、あのポピュラーになってきたというところで、私は本当にこの洋服とか美容院なんてね、今日初めて聞きましたけど、はい、こんなところまで定額制が広がっているんだなということを、はい、多分ご存知の方少ない、私だけかもしれないですけど少ない方だと思うんですよね、はい、月額制っていうのには慣れていても、うん、なのでこれがもう本当ポピュラーになってきているということを知らなかったということで、ああ今回すごくあの勉強になったといいますか、なんかこう選択できる幅が広がりましたか。広がってきたなというふうに、ありがとうございます、感じました。ぜひこれもですね、はい、マーケティングの一部ではあるので、皆様があのマーケティングを考えるときにですね、はい、サブスクリプションモデルというものがいいんじゃないかななんてですね思い出してもらえると嬉しいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんの興味関心の湧くものございましたでしょうか。このコーナー発信のものがトレンドになっていければまさに準備室だと思っております。以上トレンド準備室のコーナーでした。続いてのコーナーはお菓子懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行と流行や世相と比較するプチおんこ知識のコーナーとなっております。はい、はい、それでは今回は1991年平成3年の主だった出来事から紹介させていただきましょう。はい、はい、まず、丸の内から新宿副都心へ東京都庁舎が移りました。うん、はい、で次に横綱千代の富士三粒が引退されました。うん、でお立ち台のディスコジュリアナ東京のオープンです。はい、あとは東北新幹線の上野駅間から東京駅の間が開業しましたね。はい、そして女優の宮沢りえさんのヘアヌード写真集が記録的な売り上げを達成したのも、ね、はい、この年になっております。はい、はい、であとはウォーリーを探せ、うん、これのブームが起こりました。うんうんうん、あ、これはうちの娘でも今でも流行ってると言いますか、ね、そうですよね、大好きですね。はい、あとはもうトレンディードラマの全盛期ということで、うんうんうん、ね、こうドラマ見に帰る方が多かったというそんな時代でございました。はい、続いては1991年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話ししていきたいと思います。はい、はい、まあ、1991年、私たちはまあ小学校1年生ぐらいですか ね、 ですね。そうですね、なんとなく世の中は分かって、なんとなく分かってきた、分かってきた頃ですね。はい、で1991年の日経ヒット番付によりますと、まず横綱から小結び、うん、
ガオー、ガオー、はい、松下電器産業が出してくださった初めての大型テレビ、うん、テレビですね、はい、のことガオーという、流行ったんでしょうねこれは ね、 ね、なんとなくフレーズは聞いたことあるかなと、聞いたことありますよね、うん、思いますけれども、うん、ネーミングも素晴らしい、はい、そうですね。で次にカルピスウォーター、はい、はい、これはあれですね、あの僕も今覚えてるんですけど、はい、原液をね、そうですよね、薄めて、はい、でまあ薄すぎると美味しくないし、濃すぎてもちょっと良くないし、うん、たまに牛乳入れてみてちょっと違う味にするっていうね、はい、あのやってましたけど、このカルピスウォーターはあれですかね、もうすでに水が入っている状態とかということですよね、ジュースになっている状態ということです ね、はい、ね、カルピスって言ったらこう原液を水で薄めてっていうイメージがある方の方が多かったりするかと思うんですが、うん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 、今では自動販売機で薄めた状態のカルピスウォーターが飲めるという、当然のようにね、こっち飲んでますね、はい、で続いてコンブレ、コンブレ、はい、紺のブレザーのことですね、あ、こんなやり方こんな呼び方をね、はい、コンブレ、ね、紺のブレザーじゃないんですね、はい、これ今もちょっと流行に取り入れてるというか、あ、そうですよね、はい、結構紺のブレザーにパーカーなんかでおしゃれにみたいな、ね、はい、方もいらっしゃるんですが、まあ、1991年もすごく流行ったということですね、はい、で次に、101回目のプロポーズ、はい、これは名前はね、はい、何回も聞きますけどね、はい、あ、ご覧になられたことないですか、 ありますかありますよ、さすがですね、そうなんです、私ちょっと混ぜてまして、あ、はい、あの浅野敦子さんと武田鉄矢さんのダブル主演のねドラマだったんですけれども、はい、もう最終回の視聴率 36.7% と、すごいもう皆さんご覧になっていただいていたんじゃないかなと思うんですが、多分名言がね、はい、あるんですが、僕は死にません、あなたが好きだからというね、聞いたことないですか、何回も聞いたことあります、ありますか、ここの部分だけそれが101回目のプロポーズですね、なるほどですね、はい、で次に立体駐車場、はい、はい、ね、これ普通にありますね、今そうですね、今当たり前にありますけど、この時にできたというか、うん、広まっていったということですよ、まあ、車がそうですよね、上に上がっていくわけだから、それはすごいびっくりすることだったんでしょうね、ちょっと驚きますね、はい、で次に前頭なんですが、うん、まあ、ムーバ聞いたことありますか、なんとなくですね、ありますか、これはね、あの NTT ドコモの、まあ、携帯電話なんですけど、はい、第1世代第2世代のことをムーバと呼ぶ、あ、そうなんですね、はい、第1世代第2世代、ね、聞いたことありますね、はい、でお待たせしました、ウォーリーを探せ、はい、はい、これはすごいですね、はい、未だにウォーリー探してますからみんなねそうですね、このぐらいヒットするっていうのはやっぱりもう素晴らしいものをここで生み出されたってことですね、そうですよね、あの、はい、ウォーリーのしましまの帽子を探しながら、はい、あ、いたと思ったら全然違う子が被ってたりとか、そう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 そんなことがあったななんて思い出します、本気になっちゃいますよね、結構ね、そうですよね、面白いなと思ってました、はい、あとは、まあ、成田エクスプレスが開通した、開業したと、はい、あと、ビートというホンダ技研工場の軽オープンカー、あ、軽のオープンカーですね、はい、あ、そうですね、見たことありますね、ありますか、はい、あ、ビート、うん、あとは海外の格安パックツアーができたそうです、もう今じゃ当たり前のようにね、そうですね、格安で行くんですけど、うん、これまでなかったということね、画期的でしたよねきっとね、うん、はい、であと F1 レース関連商品、うん、あとは近鉄ハーツというね、あのよく郊外に広い敷地で、はい、こういろんな店舗さん、家具屋さん、靴屋さんとか、うんうん、いろんな店舗がこう入っている大型のショッピングモールなんかありますけど、はい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 、それの走りと走りなんですね、はい、そこまではなかった、うん、そうらしいですよ、はい、であとは生タイプのカップうどん、うん、まあ、ゴンブトという商品がねすごく人気だったそうですよ、乾麺から生タイプになったと、うん、そういうこと、それは美味しくなりましたよね、そうでしょうね、ラーメンであんなに美味しいんですからね、うん、しここで生まれたと、ね、うん、で宮沢りえさんの写真集が発売されたのと、はい、あと豆スナックジャック、うーん、ちょっと名前がねなんとなく、はい、今でいう、まあ、さやえんどうというあの、ね、スナック菓子がありますけれども、ね、美味しいですよね、はい、あれは本当に本当にそれに似たものだったということです、聞いて話によりますとね、うんうんうん、はい、あとはターミネーター2、うん、あとは中古輸入車が、安くなったということで、ね、すごくあのヒットしたそうです、うん、あとは馬番連勝馬券、連勝馬連ってやつですね、はい、馬連というものだそうです、これはね、はい、僕も競馬はほとんどやったことないんですけど、一回連れてってもらった時に、はい、この馬連はやっぱりこう当たりやすいと言いますか、そうなんですね、ちょっと面白いんですよね、で予想を見て
その予想を信じるか信じないかっていうところだけなんですけど、そうなんですね、とてももう盛り上がる、ここでねやっぱりこう競馬も人気を集めようということで頑張ったんですね、研究して。そうでしょうね、うん、今もねこれ導入されてるんですよね。そうでしょうね、はい、そうですね、はい、で続いてゴマちゃん、まあ、アザラシのぬいぐるみなんですけど、少年足部って、あ、ゴマちゃんはヒットしてましたね、ちょっと覚えてますねこれそうですね、はい、はい、あの少年足部の中に出てくる、まあ、アザラシなんですけど、ゴマちゃんとねいうかわいい、はい、はい、で次になにわ金融道、うん、週刊モーニングの連載漫画です、うんうん、はい、そうですね、表紙は見たことありますね。 ありますか、あ、ね、で次に洗濯物乾燥機、はい、うーん、これは ねもうずっとあったのかなと思いましたけど、私もそう思ってました、この年なんですね、我が家でももう今はこれがないと、はい、ドラム式洗濯機を使ってるんですけど、はい、これがないともやっていけないぐらい回してます ね本当に時短ですよね、時短でね助かってます ね本当ですよ。ただパノラマカメラ、はい、はい、パノラマカメラって結構その当時ってね、すごかったんですよね、きっとね。あ、なるほどですね、はい、確かに横に長い、横に長い写真、カメラですよね、はい、よく卒業式とか、はい、ああいった写真でね、横長の写真残ってますよね、はい、ありますね、なんかちょっと残ってますね、収まりがつかない、ちょっと整理しにくいような長さになっちゃうんですけど、はい、あれはあの頃ですね、ちょっと確かに収納に困る時ありましたね、ありましたね、うん、ありましたね、であとは秋味キリンビールから、まあ、あの発売しましたということで、秋味ね、はい、はい、であとこの年の音楽シングルなんですが、うん、まあ、あのすごくドラマの人気に影響されているというか、そうですね、はい、全部ドラマが思い浮かびますね。で1位が小田和正さんの、はい、まあ、大家ラブストーリーは突然に、はいはいはい、で2位がチャギ&アスカさんのセイエス、うん、で3位はカンさんの愛は勝つ、うん、4位が牧原紀之さんのどんな時も、5位がアスカさん、始まりはいつも雨、始まりはいつも雨、はい、はい、まあ、6位以降もですね、本当に皆さんご存知の、ね、シングル CD がすごく多いですね、多いなという感じで、はいはい、90年代を語る上で絶対に欠かせない音楽がここにね勢ぞろいしているなという、何回も聴いた曲が多いですね、やっぱりね、そうですね、その当時 の、まあ、あの音楽聴くとその当時の気持ちに戻れたりとか、はい、ね、したりすると思うんですけれども、うん、またこれもねドラマがすごく全盛期だったというところをすごく反映されてるなと感じがしました。チャギ&アスカさんはですね、はい、その当時やっぱりまだ子供なので、全然、まあ、知らないと言いますか、ちょっと大人のね音楽ですよね。そうですよね。そしたらある遠足に行った時にですね、はい、バスガイドさんがおもむろにこう、はい、カラオケをこう撮ってですね、はい、歌い始めるんですね全力熱唱チャギ&アスカすごい、Yes、もうそれで僕すごい、まあ、でもそれがもう衝撃的に、まあ、上手だったんでしょうね、はい、忘れられず一緒に、そうですね、その後家でこの同じ CD を見つけてずっと聴いてると、あ、大好きな曲ですね。そうだったんですね、はい、今日皆さん歌ってましたもん ね、うん、ね、本当に懐かしい。そして今もね、当たり前になっていることが1991年も、はいはい、こうやっていろいろ出てきたんだなということが分かりました。分かりました、ね、はい、では以上お菓子懐かし流行通信のコーナーでした。はい、改めましてこの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種ということで、このコーナーでは矢田部さんが経営されていらっしゃるファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてきた各業種の成功例などをリポートしていただこうと思います。はい、今回はファントレさんがコンサルティングをなさっていらっしゃいます、まあ、ベビースクールについてご紹介をいただけますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。実はですね、前回の、はい、話を保育園の話をさせていただいたんですけど、はい、そこで今一緒にですね、入っていただいて、子育て理論を、はい、教えていただいている、輝きベビーアカデミーの伊藤美香さんという方がですね、はい、いらっしゃいまして、その方についてちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。はい、お願いいたします。はい、
伊藤美香さんはですね、もともと幼稚園の園長先生をされていて、でやはり自分の信じた子育ての理論ですね、はい、これをしっかり世の中に広めたいということで、はい、独立をされまして、そこから、ベビースクールを立ち上げようということで始まりました。ただですね、やっぱりですね、これはよくあるんですけど、一回頑張って立ち上げるんですけど、なかなかね、お客様が集まらないとか、売り上げが上がらないということでですね、苦労されている時に、私のですねやってる動画で、集客をしようというと、そういったね集客のことを教える講座に来ていただきまして、そこで出会って、で、コンサルティングを、させていただいたというきっかけになっております。なるほど。で、ベビースクールなので、なかなかですね、競合も多いですし、いっぱいね、もう長くやってる競合スクールさんがいっぱいいらっしゃいますので、そこでね、どうやってこう自分のお客さんを増やすかというところで、問題点がね、いくつか課題がありました。そうなんですね、はい、まず一つ目はですね、ターゲットが不明確だったんですね。もう一つは、スクールの料金がやっぱりたくさん来てほしいという思いからなんですけど、ちょっと価格が安すぎて、逆にそれで経営を圧迫していたと。なるほど、あと場所はですね、ご自宅の近くの湘南の藤沢の方の、公民館でやられていたということで、やっぱりなかなか人もね、行きにくいような場所にあったのかなと思います。なるほど。そのターゲットが決まってなかったというのは、どういうことですか？これがですね、ターゲットってやっぱりこうやんわりとね、子供のいる親っていうような決め方になっちゃうんですね、これはターゲットというのはですね、要するに自分がお客様にしたい人は誰なのかというところのターゲットなんですけど、このターゲットのお客様の範囲を広くしちゃうとですね、やっぱりこう何をこうメッセージ性を伝えればいいのかがぼんやりしてしまうと、ぼやけたメッセージ性になってしまうので、ありきたりな内容になってしまうんですね。なるほど。これがマーケティングにとっては一番難しくて、ありきたりな内容、ありきたりなことを発信している、ところに今人は集まらないんですね。そうなんですか。そうですね、やっぱり普通のベビースクールより、とても良くて目立っているベビースクールに皆さん行きたがるんですよね。そうなんですね、なのでその時にですね、まずターゲットを明確に、3歳までのお子様がいる、教育熱心、教育に対してやっぱりこう力をつけたいお父様お母様に、ターゲットを絞りました。でまずですね、そのお父様お母様がいる場所に移動しました。それは神楽坂ですね、神楽坂がそういう、神楽坂はですね、やはり文京区も近い、有名な学校がですね、多いということで、すごく熱心な方々がいらっしゃる、教育熱心なお母様たちが、で、その人たち、要するに教育熱心な方たちのターゲットが満足するような質に高めるためにですね、おもちゃをしっかり揃えたり、施設をしっかり揃えたりですね、安全性をきちんとね、担保できるように揃えたりですね、あとはそのケアが一人一人の子供に行くようにケアをしっかりやりました、その結果、料金を上げさせていただきました。今まではいくらでしたか？今までが3000円で実はやってたんですね。安い、3000円での、数回のねサービスをしていて、それをですね、49,800円、わーこれ高いって思っちゃうんですけど、でも集まるんですか？やはりですね、これはターゲットを明確にしたことなんですけど、やはり、安いところに行きたい方と、高くても本当に子どものためにいいところに行きたいという親の方はですね、いらっしゃいますので、その明確にこっちのしっかりとした教育を、してあげたいという親にターゲットを絞りまして、その方々たちが興味を持つような発信をですね、SNS とかブログとか、メールマガジンで配信したらですね、どん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 このブログを見た人が、メールマガジンでもっとこういろいろ知りたいということで登録して、でそのメールマガジンにベビースクールのことを発信するだけでとても人気になりまして、そうだったんですね、もう満室でいつも入れないというベビースクールになりました。でその後はですね、もう本当に人気を呼んで
今度自社のですね、BB スクールを実際に賃貸して、立ち上げまして、本も3冊それから書かれまして、すごい、これはもう海外で翻訳されるぐらいの人気な本になりました。で、今2年目の場所をまた借りてですね、拡充して広げていると。トントン拍子でですね、もうね、すべてこうファントレさんがこうコーチングしたりコンサルティングしたことによって、もうどんどん変わっていく過程が、今ねこの文章というか言葉で聞いただけでも、エピソードで聞いただけでも全然変わったっていうことですよね。ありがとうございます。私たちもですね、本当にいいものをですね、すでに教育理論を持っていたので、その発信の仕方、届け方をですねお伝えしてだけではあったんですけど、このように大成功されていただけたのは、本当にコンサルティングを行っている上で一番嬉しいことかなと思います。もう本当にそれぞれの会社のこの種の部分をですね、芽を出すところまでこう導いてくれるような会社が、ファントレさんかなと思うんですけれども、これね、皆さん結構起業されたい方とかね、これいけるかなという商材とかいろいろあると思うんですよ。で、どうやってこう芽を出せるかっていうのって、なかなかこう考えつかないところってあったりすると思うんですよ ね、はい。で、ここをねこう相談する会社としてぜひね、コンサルティングのきっかけとしてね、ファントレさんの方ですね、ご相談いただけたらいいかなと、ぜひ全力でサポートさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきますようお願いいたします。しざべさん、今回いかがでしたか。はい、今回は3回目なので、だいぶ楽しんでできるようになりました。ああ、よかったです。私もすごく楽しかったです。はい、それではですね、ファントレタイム、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。